今年この車で4代目になるんですけども、今までの知見も生かしながら、まずはしっかりと走れるボディを作っていくことを意識しました。もう一つはですね、軽量化、今までのターボは重量的にはですね、落とすところがなかったので、なかなかシェイプ、逆にウエイトを乗せて走るような車だったんですけども、CVT はですね、まだまだ重量軽量化が図れるので、軽くなるべく強度も保ちながら、軽く作ることを意識しました。やはり4代目ということで、我々も同じ車4台同じように作るのではなくて、サービス性であったり、あるいは、ドライバー、コドライバーが使いやすい部品配置であったり、そういったところを意識して、また自分たちもサービスの時に、短時間で、確実に整備できるようにメンテナンス性も配慮をしました。今までのターボ車と違いまして、今回は CVT ということで、いろいろな車両のセンサーを使って制御をします。しかしラリー車というのは VSC であったり、あるいは衝突回避支援システムだったり、そういったシステムが作動しないように作らないといけないので、それぞれがですね、どちらかを止めるとどちらかも引っ張られて作動しないという状態が起こりますので、一つ一つのシステムをチェックしながら車両を作っていかないといけないというところが一番の苦労です。